誰もいない。不安定？コメントは見えてる。ちょっと待って。なんか妹もママも端末使ってないのにめっちゃ不安定。ビビンビビンってなってる。 U の画面でも。電子レンジ使ってない。誰もキッチンにいない。やだ。また腹立つ。腹出さない。あのね、ゆうずって言ってんだけど、結構フレグランスが好きなのね。フレグランスが好きで、香水とかコロンとかを匂い嗅ぐのが好きなんだけどさ、先輩リバイバル公演に出演させていただくと、先輩たちが使ってる香水がやたらいい匂いで、そういうの一つ持っててもいいのかなって最近思い出してる。なんかデパコスの匂いみたいな。匂いフェチ、匂いも好き。匂いフェチかも。匂いと手が好き。手ちょっといいやつ使う買えばいいかな。なんかユーハと気分上げよう、なんかユーハと二人でリバイバル出た時に、よし気分上げようってそれぞれフレグランスをつけてステージに立ったんだけど、そういうのでユーナが使ってるやつは結構短時間しか持たないの、匂いが結構お安くいい匂いが手に入るみたいな感じのやつだから、そんなに長持ちはしないんだけど、すごくセレブっていうか、セレブ？お上品な香りを
長時間まとわせていたいの。どの先輩の手が好き？みゆみゆさんは指が長くてよくパフォーマンス見てて、うわー綺麗ってなってる。綺麗になった、ありがとう。メイク変えたからかな。でなんかのタイミングでみゆみゆさんと手をこう合わせる機会があって、ちっちゃいねって言われたんだけど、みゆみゆさん指長い、めっちゃいいでしょ。みゆみゆさんと手こうやって合わせたんだよ。みんな羨んじゃう。後ろから抱きついてもらっちゃったりとかしてこれに関しては私が抱きつきに行ったんじゃなくて、みゆみゆさんから抱きついてもらったので、皆さん嫉妬してしないでください。いいでしょ。ほほほほほ。証拠の写真、証拠の写真ないな。この間さ、レイニアさん、楽屋でレイニアさんのお隣に座ったんだけど、今までのポキだったらレイニアさんに「ユナ一人でここおいで」って言われても「ありがとうございます、大丈夫です」って言って壁に向かってたと思うの。でもこの呼んでいただいた時に「えいいんですか、ありがとうございます」って言ってさ、隣に行けるようになったのはさ、リバイバル公演にたくさん出演させていただけてるからだなって思って。成長してる私、多分今までだったら「え大丈夫です大丈夫です」って何かそのこことこことこことここにテーブルがあって、その先輩方がお気に入りの場所って多分あるから、私は最後に空いてるところに座ろうと思って端のところに荷物をいつも置くんだけど、なんか結局あそこ空いてるから移動しようっていう気にもなれず、その最初に荷物置いた端のところでメイクを始めちゃうんだけど、
それに気づいてレイニャさん読んでくれた。MC 見てても距離感近くなった気はする。あ、本当に？私ここ2週間ぐらいで、あのハルーラの、あの代表の方とすごく仲良くなれた気がするの。今までそんなにあの大声さんってこう近づいていってはなかったんだけど、最近はねめっちゃお話しするんだよ。社員ではないです。前からポキちゃん好きだって話してて本当嬉しい。こないだもなんか言ってもらったな、なんかショールームでポキのいいところを話してくれてたって。追いかけっこしたり、そう追いかけっこ楽しい。キモト魚類はナナミさんが考えてくれたのかな。どうしましょう会社名って言って、キモト魚類じゃないって言って、あ、わかりました、キモト魚類。ポキの方が年上、そうなの、私の方が年上なんだ。ブワブワなイメージとても好きですね。きっとユーナさんの笑い方が由来でしょう。ありがとう。私でもブワブワには所属してない。ふわ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 だよ。つかみっていうの、大塚ななみさんをつかみっていうの、もう部長とかななみてが定着しすぎて、つかっていうかのつかにみとめっちゃ仲良しだよねかと思った。あのすごくよくしていただいてます。ブワブワ浸透しないでほしい。
そう、なんか急にね、急にギュッてなって嬉しい。ふわふわだったら絶対にあの3人じゃないとダメなんだけど、ぶわぶわだったらあの南川遥も入るかもしれない。ぶわぶわ、どう？でなんかふわふわぐらいにルアーが入ってきくるふわふわぐらい、もうぶわぶわはもう本当に春。ぷわぷわ、ぷわぷわはリリカとか花江とかで、ぷわ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 ちょっとアホそう、やめて。ぷわぷわ、56分ありがとう。いいね、まあ私はふわふわなんですけどね、どこにも所属してないですよ。ブワブワにもプワプワにもふわふわにも。それでは男女を読みたいと思います。12位マサ佐藤さんありがとう、あ間違った、13位くすんだ猫さんありがとうございます。12位マサ佐藤さんありがとうございます。11位ナポンさんありがとうございます。10位トシさんありがとうございます。9位マコイモさんありがとうございます。8位リヤマさんありがとうございます。7位音速の貴公子さんありがとうございます。6位カオルコさんありがとうございます。5位ビールバラさんありがとうございます。4位ひろいちさんありがとうございます。3位片山さんありがとうございます。2位アベベボキさんありがとうございます。1位ハヤトさんありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。明日はポキポキ木曜日だね。やだやだ。おやすみ。今何分？まだ58分だった。もっちゃんじゃない、ゆう何も意識してなかったのにさ、そうやったらもっちゃんっていうコメントするからさ、ええ、おやすみ、ごきげんよう。もつこ バイバイ。